毎度ご視聴ありがとうございます。最近の山手線の混み具合がどうにかならないのかと思っているループ主です。ここのところ乗車する機会が多いんですが、混んでいなかったということがあまりないんですよね。さて今回は、10月下旬頃から行ってきた関西遠征の模様をお届けします。例のごとく3日間の旅となっていますので、3本の動画に分けたいと思います。今回は初日の動画になります。それでは始めていきましょう。さていつもの武蔵新城駅から始めていきます。時間ギリギリになってしまい改札外での撮影をはしょる羽目になってしまいました。それはさておきいつも通り南武線で武蔵小杉まで行きます。ちなみに予定より1本後の列車になります。乗り遅れフラグとかいうのは言わないお約束。さてこの区間は今までの動画で何度も通っているので全カットしてこちらが武蔵小杉駅です。ここで東急線に乗り換えていきます。発車表の写真を撮ったら LED が切れてしまったのはさておき、ここからは東急新横浜線直通の急行湘南台行きで新横浜まで行きます。今年3月に開業した東急新横浜線、動画内で乗るのは初めてです。プライベートでなら何度も乗っているんですがね。新綱島を発車。この駅は東急東横線の綱島駅の近くにあり、日吉駅とこの駅を区間内に含む定期券は綱島駅での乗降もできるという特例が存在します。また、この駅は現在も絶賛開発中の状態で、もうしばらくすると綱島駅発着の一部の路線バスがこの駅に乗り入れるようになります。新綱島駅への路線バスの乗り入れは多分初です。さて新横浜に到着です。東急線で新横浜に行けるとは、便利な時代になりましたね。ということで、まあ察しはついていたかと思いますが次に乗るのは東海道新幹線です。のぞみ15号に乗って、京都まで行きます。車両は第13回でも乗った N700S です。浜松を通過。浜松といえばうなぎか餃子のイメージがあります。ちなみにループ主はどちらも浜松で食べたことがあります。その浜松駅を通過してしばらくしたあたりで渡るのが、浜名湖です。この浜名湖沿いには天竜浜名湖鉄道が走っています。ループ主未乗の路線でもあるので、いずれは乗ってみたいと思っています。三河安城を通過。この駅は東海道線との乗り換えが可能ですが、こちらは小玉号のみ停車し、東海道線の方も普通列車しか停車しない駅になっています。小玉号しか停車しないためか、新幹線ホームの東京より数両分は屋根のない状態になっています。それと動画ではうっすら聞こえていますが、東海道新幹線ではこの駅を通過すると名古屋到着まで残り何分というアナウンスが車掌からなされます。名古屋駅での停車時間は短いので、早めに降りる準備をすることができ、とても便利だと思います。ちなみにこのアナウンス、英語でもなされます。外国人の利用も多い東海道新幹線だからだと思います。名古屋を出て少ししたところで、車内販売が来たのでホットコーヒーを購入。東海道新幹線の風物詩として親しまれた車内販売ですが、今年11月から実施方法が大幅に変更となりました。そのため、今では東海道新幹線の普通車での車内販売は実施されていません。京都に到着です。ちなみにループ主が京都駅で新幹線を降りたのは、5年か6年ぶりくらいだったりします。今度はぜひ N700A にも乗ってみたいものです。ここから先は、奈良満喫フリー切符、という企画乗車券を使用していきます。この切符は、JR 東海の新幹線予約サイト、エクスプレス予約か、スマート EX で京都駅か新大阪駅を着駅とする新幹線の予約をした人を対象に販売されているものになります。3日間で指定区間内の JR 線や、近鉄線のほか、奈良交通バスが乗り放題になります。別途特急券を購入すれば特急列車に乗車することも可能です。さて奈良満喫フリー切符を使って最初に乗るのはこちら、智頭急行線経由の特急スーパーハットです。これで大阪まで行きます。このチャンネルでスーパーハットに乗るのは2回目ですね。ということでまずは第15回の伏線のようなものを回収するために座席紹介から。全体はこんな感じ。リクライニング角度はこれくらい。若干浅く感じるのは多分気のせいだと思います。カーテンはフリーストップタイプなんですが、柄が獣に引っかかれたようなものになっています。柄としてはありだと思います。座席前にはフットレストや、ドリンクホルダー、そして木目調のテーブルがあります。大きさは普通のような感じです。また、窓側の座席限定ですがコンセントも装備されています。ちなみにこのコンセントは2016年のリニューアル工事で取り付けされたものなんだそうです。この区間は今後関西に行った時幾度となく通る区間になるので、高槻と摂津富田の間にある巨大板チョコだけ晒し上げておいて大阪までカットです。今度はぜひ山陰方面に行く時に乗ってみたいですね。
さてここで一度改札を入り直して、こちらの新快速で姫路まで行きます。車両は225系100番台のうち、比較的新しい編成です。今回乗車している区間を含む、草津と西明石の間は、日本最長となる福々線区間になります。ちょうどこの辺りまでは方向別の福々線になっていますが、兵庫と新長田の間で線路別福々線になります。西明石を発車。この駅は山陽新幹線との乗り換え駅で、この駅が終着の新快速も設定されています。ちなみに山陽新幹線は、瑞穂号を除いた全列車において、1日1本以上西明石に停車する便が設定されています。相応の需要があるということなのだと思います。さて姫路に到着です。お腹も空いてきたので、ここで何か食べたいですね。ということで、第15回以来となる駅そばのお時間です。今回はあえて前回と異なるものをチョイス。やはり安定の美味しさでした。駅そばを食べ終わったタイミングでちょうどよく特急浜風のキハ189が来たので撮影しつつ、ここからは新快速に乗って大阪まで戻ります。車両は新快速の主力と言っても過言ではない、223系2000番台です。地味にこの旅では初めて乗ります。明石を発車。この付近では山陽電鉄と並走します。この山陽電鉄などを駆使して、名古屋から姫路までノーラッチで行くことができるんだそうです。そんな話はさておき、この付近には日本の標準時45線があります。並走する山陽電鉄線の一丸前駅には、ホームのやや西寄りに東経135度を示す線が引かれています。朝霧駅の付近では、海の景色が見えるようになります。左の方にうっすらと見えているのは明石海峡大橋です。朝霧駅付近以外にも海の景色が見える区間はあるので、新快速に乗車する際は、A 席に座ることをお勧めします。ちなみに朝霧駅のお隣に舞子駅という駅がありますが、この駅は四国へ向かう高速バスに乗り換えがしやすい駅になっています。さて大阪に到着です。最近網走の223系には LCD が付いている編成が増えているように思えますが、未だに違和感を感じてしまいます。さてここからは、大和路快速に乗って奈良まで行きます。大和路快速なので乗車電は221系です。ちなみにこの列車、天王寺始発で大阪環状線を一周して大和路線に入っていくという経路で運転されています。車内で爆睡してしまうと奈良方面に飛ばされるリスキーな列車です。平野を通過。この駅は天王寺方面に通過線が設けられており、天王寺方面行きの通過列車はそこを通ります。近鉄との共同使用駅である柏原もこんな感じです。この駅からは貨物線が分岐しています。さて奈良に到着です。地味にうぷ主発行車だったりする駅です。コンコースにあった座席指定サービスの告知ポスターを撮影しつつ、ここからは JR 奈良線に乗って京都まで行きます。ちなみに本来ならば近鉄で京都に向かう予定でしたが、向島駅で車両故障が発生したので急遽 JR での移動に切り替えました。6時増です。以前利用した時はカーブ上にホームがありましたが、改良工事が実施され、今年3月に駅舎が約80メートル京都より移設されました。列車の停止位置も変更されました。その関係で、ホームの傷寄りには使われなくなった部分が存在します。さて京都に到着したので、向かいに停車していた205系0番台を撮影しつつ、明日利用する近鉄線の乗車券類を揃えます。こちらの切符の説明はパート2の動画にて行います。さて本日ラストの乗車電は、発車表の一番上にいる普通列車西明石行き、ではなく、その下の新快速晩秋赤穂行きです。これで本日のゴール、高槻を目指します。高槻に到着。そのままの流れでパート1の動画も終わりたいと思います。ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。